それでは記者の皆さんからのご質問を受けたいと思います。ご質問にあたってはちょうどマイクの方で社名をお名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。それではご質問はございますでしょうか。よろしいですか。北日本新聞の小林です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一番最初の発表の職員の処分の公表についての件なんですけども、この厳重書面訓告というのは県の処分の中のそのいくつあるうちの 何段階みたいな、何番目に厳しいとか軽いとか、そのあたりをちょっと教えていただきたいです。はい、そうですね、単純にいくつあってその何番目ということにはならなくて、今回は事実上の処分という形のカテゴリーになります。そして、その中では、1,2,3、いわば、4つに分かれています。その一番重い処分がこの厳重書面勧告になります。訓告になります。書面を交付して厳重に注意するものでございます。はい、とすると厚生部長等の厳重口頭注意というのはそれに準じるものなんでしょうか。ね、そうですね、4段階事実上の処分の4段階の中で、上から3番目といいますか、重い方から3番目が、この監督責任を問う、厳重口頭注意ということになります。こういった情報漏洩事案について処分をするのって過去にありましたでしょうかね。はい、ちょっと待ってください。これ事案のカテゴリーとしては情報セキュリティ事故ということに部内庁内の規定でなっております。これまで情報セキュリティ事故としてはメールの誤送信あるいは納入通知書の送付誤りなど9つの事例に対して処分を行っております。最も重い処分は書面訓告としてきたところです。9件あります。いつ以来でしょうかね。後で電磁化に確認した方がよろしければ、そうしますか。そうですね、令和2年の6月22日が、直近ということになります。わかりました。あとすいません、関連しての公益通報の外部窓口の設置についての発表なんですけども、これ本来薬の関係でいうとですね、薬政策課の方に戻したいんだけど、当面の対応として内部の窓口は広報課にすると確か理解不足でしたらすいません、おっしゃっておられたような気がするんですが、最終的なその元の状態に戻すといいますか、それの目処というのはいつ頃を目指しているとか、そういうのはあるんでしょうか。そうですね、まだいつということは今申し上げられませんが、広報課にプラスして、先ほども申し上げたように外部にも弁護士さんという、信頼性の高い、また匿名性、秘匿性も担保される窓口を追加をすることで、より安心してより便利に、こういう制度を活用いただけるようにしたいと考えています。わかりました。最後ですが、最後の発表の、関係閣僚会合の誘致なんですけども、これ教育関係閣僚会合なんですけど、なぜこれ教育分野なのかということと、今回どうしてこうやって手を挙げようと思われたのか、お考えや狙いなどがありましたら教えてください。はい、本県の成長、富山県成長戦略の柱がですね、
幸せ人口1000万、そしてウェルビーイングの先進地域富山を目指すという、ビジョンで進めてまいります。そのウェルビーイングとですね、今いろいろと勉強しておりますが、教育ととても、関連が深いということでございます。教育の中でどうこのウェルビーイングを扱っていくかということが、実は昨日も自民党さんの勉強会に出てまいりましたが、そこでも議論をされていることなんですね。ですから、ウェルビーイングを標榜する本件としまして、この教育大臣会合をまず、富山で開催をいただきたい。そしてそれに合わせてそのウェルビーイングをテーマにしたシンポジウムなどを開催をしまして、それは本件の行事としてですが、より、ウェルビーイングの富山というものを全国にまた世界に発信できる、そういった場にできるのではないかと考えて、誘致をしようと今チャレンジをしています。はい、これきっかけは何だったんですかね。呼べないかなって話がこう町内でなったってことなのか。いやいや、そのウェルビーイングをよりアピールしていく、まさに発信をするのが一つの肝なんですけど、大変に良い発信の場になるんじゃないかと、来年の G7 が、日本開催、そんな発想ですね。わかりました。これはどれぐらいの見込みがあるとかっていうのは全然わかんないんですかね。そうですね、それは、最大努力するということですね。わかりました。じゃあ、夏頃に決定すると、それまでに各種要望をしたりというふうなスケジュールだということ。そうですね、前回の環境大臣会合の時のまだ関わられた方もおられますので、そんな方々にもいろいろと聞きながら勉強してまいりたいと思います。わかりました、ありがとうございます。他にございますでしょうか。朝日新聞の武田と言います。よろしくお願いします。公益通貨の窓口のことで2つ教えてください。1つの外部窓口を新たに設置されたっていうのは、今回の一件で内部窓口通報する人減るとか、そこへの敷居がちょっと高くなってしまう、ちょっとそれは困るなというところで新しい選択肢として設けたって、そういう狙いなんでしょうか。いや、先ほど申し上げましたが、よりこう、活用しやすくしていただくために、もう一つの窓口を設けるという、それも外部においてかつ弁護士さんにお願いするということで、より信頼性も高く、秘匿性も高い、そのような失礼で追加をしたということですね。再度確認ですけど、今回の件で通報する人が減るかもしれない、そういう懸念の上でこの窓口を設けたということではないっていう理解でいいんですか。そうですね、引き続きこの制度がより機能しやすくするために、窓口を増やすということですね。民間の企業でも外部内部設けている例はたくさんありますので、そんなことも参考にさせていただきました。なるほど。このタイミングでも外部窓口を設置されたのはなぜでしょうか。より利便性を高めようと、より機能するようにしようということで、ちょうどそういうタイミングでもあったということですね。ちょうどそういうタイミングっていうのはどういうことですか。別に従前で以前に設けることもできた中で、なぜこのタイミングなのかって何か理由があればということなんですか。今までそこまで思いが至っていなかったということがあります。今回、こういう漏洩の事案があったということ、それも一つのきっかけにはなったですね。より、この制度をより機能するようにしようとみんなで考えた結果、こういった一つのソリューションを考えついたということです、なるほど。もう一つ、担当の林弁護士というのは、これ公益通報に長けた先生とかなんですか。それは弁護士さんで一定のご理解はあるというふうに考えています。なぜかというと、本件の顧問弁護士をお願いしている方です。わかりました。もう一つ、これ、先ほどの処分の公表のところで、事実上の処分という枠組みを紹介というか説明していただきましたけど、確認なんですが、これは懲戒処分というカテゴリーが別にあって、でそれと別というか違う形で事実上の処分というカテゴリーがあって、でその中に4段階あるという、そういう理解でいいんですか。おっしゃる通りです。懲戒処分というのは
地方公民法に基づくものであります。今回は事実上の処分という、ことで4段階の中の一番重い処分をしたということであります。わかりました。もう一個すみません、別件でチューリップの関係でちょっと参考までに伺いますが、剣っていう名前がついた品種っていうのは今回初めてっていう理解でいいのかっていうのと、まあ、これ知事がどの程度鼻に造形が深いか分かんないですけど、まあ、この品種新しく出るっていうことで何か期待というかこう推しというか売りというか、なんかそういったものがあれば聞かせてもらいたいです。はい、剣というのは今回初めてですね。はい、38番39番になりますが、剣という名称は初めてになります。でよくまあ今まで使わなかったなとむしろ思うぐらいでありますけども、それと後半がちょっとよく分かんなかったですが、まあ、今回新しい品種としてお披露目されるっていうところで、期待感というか、はい、まあまあ、PR ポイントみたいなものがあればちょっと改めて聞かせてください。そうですね、やはりチューリップは、まあ、本県球根の生産という意味ではトップシェアの生産の農産品でありまして、まあ、本県にとっては大切な商品というふうに考えております。また先ほど申し上げました発表項目の一つですが、今後輸出ももっと拡大していこうということでありますので、まあ、そんなドライブにもそういうことを、まあ、加速することにもつなげていきたいというふうに考えております。やはりなかなか単品だけ、まあ、これまではお米お酒、などがこう輸出の主要品目だったんですが、やはり品目も増やしていかなければなかなか120億円到達しないと思いますので、まあ、そんなことでも、まあ、新しい品種を加えることで加速できればというふうに考えています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご回答ございますか。北日本放送でございます。よろしくお願いします。先般県の医療審議会の方で、子どもの、まあ、ありましたけれども、その中で医療計画の見直しがあり、その中で、まあ、知事も大変関心が高いと見られる子どもの、心の診療や、まあ、医療的ケア児の支援という意味で非常に具体的な話も盛り込まれて、まあ、非常に強化充実したなという印象を持ったんですけれども、まずはこの時点での、まあ、こうした取り組みの、まあ、達成感というか評価というのはどのように今感じておられるか、コメントあれば教えていただけないかなと思いまして。はい、ありがとうございます。まだ達成は何もしていないので、まあ、その達成感はありませんけども、今われるご存知のように少子化の世の中です。この50年で富山県で生まれる、まあ、いわゆる出生数は 64% も減りました。大変に危機的なことと思い深刻に捉えております。まあ、ですけども少子化の一方で子どもに関わる特に課題はむしろ増えている、それで複雑になっている、まあ、そんなのが状況だと理解をしております。その中にやはり医療に関わることもありますので、私としては医療小児医療提供体制をやっぱり拡充していくことが必要なのではないかと思い、この小児医療体制の検討委員会を立ち上げまして、まあ、昨年の6月から鋭意、協議を続けてきていただいてます。まあ、中身もですね、体のことと心のこと両方に分けて、まあ、どちらも大切です言うまでもなく、まあ、それ2つに分けて、それぞれ議論していただきまして、この前まあ1つの、まあ、成案をいただいたというふうに考えています。いずれにしましても今まで小児医療提供体制に、まあ、光があまり当たってこなかったということで、まあ、議論にご参加いただいた皆さんからも大変にこう、まあ、いい場を提供してくれたということで、まあ、ご評価もいただいております。まあ、今後はですね、これがよりちゃんと機能するように、実効性のあるように、していくのが私の務めだというふうに考えております。まあ、ただ、まあ、どーんとこう子ども病院というものを箱物を作るということありきではなくて、今現状の医療機関をのいろんな機能をこう組み合わせたり、あるいは、まあ、拡充したりする中で、まあ、目的を達成すればいいわけですから、箱物は別に必ずマストではありませんので、まあ、
もともと県内にある優秀な医療機関、それらのリソースをよく使ってですね、いい体制を組み上げていきたいと考えています。そういう意味では非常にソフト面で充実させていく、というと方向かなと思うんですけども、そういう意味では非常に注目されたの公約の中での子ども病院の項目についてはある程度現時点ではおおむね目処が立ったという考えるのか、それとも今後さらに何かここ、取り組んでいくのか、どういうふうに考えておられるのか教えていただけますでしょうか。まだ目処が立ったとは思ってます。本当に一歩踏み出したという、あたりかというふうに考えています。やっぱりハードというか、そういう施設の整備というものはもう必要ならば一定程度は必要かもしれませんが、やっぱり何といっても人員人材だというふうに思ってます。小児医療提供する、大人とは違ってですね、面もいろいろあるわけで、ただ現在はその小児科あるいは小児医療の専門家が大変少ない、特に心の精神の問題については、大変に少ないという県内に少ないというのが現状です。ですから、相談までに数ヶ月お待ちいただくというケースも実際にあります。こんなことはできるだけ解消していかなければなりませんが、そのためにはそういった専門家医を、育成をする、あるいは今専門じゃない別の科目の方が、そういう精神のことも勉強していただいて、そういう育成の仕方もあるというふうに思います。そんないろんな形で、その人材を増やしていく、こんなことを次にやる必要があると考えております。おっしゃったように、そういう意味ではソフトも充実させて、そういう意味では大きな箱物みたいなものは今もう構想にあまりないかなというようなところでしょうか。そうですね、はい、それはもう検討会の中でも、そういったものは必要ないんじゃないかというふうな意見も多いと思います。はい、ありがとうございます。はい、他にございますか。中日新聞の永森です。お願いします。はい、すみません、広域通報の件でなんですけれども、発表いただいたのが1月の末だったと思うんですけれども、こういう漏洩のことがあったっていうことは報告いただいたのが1月末だったと思うんですけれども、その直後は、その実際そのメールを告発された方の、被害等っていうのは何も件としては今のところは何もいただいてませんっていうことでご報告いただいたと思うんですが、あれから2ヶ月経っておりまして、その後、その当事者というかその告発された方からちょっと実際の被害等っていうもののご報告があったかどうかっていうのをまず確認させてください。はい、その方には大変なご迷惑をおかけしたということは本当に反省をしておりますが、幸い今日時点ではその方に実際的な何らかの被害があった、あるいはご迷惑が及んだということは ありません。はい、で次ちょっと全然別の話になります。冒頭父親の親部市の方 の、強風の被害のことを、報告いただきまして、でその中で県としてできるだけの支援を、していこうということをおっしゃってたと思うんですけれども、もう実際そのされていることもそうですし、今後その実際その具体的にどういう支援をされていくかというところ、何か今の現状でお考えあるようでしたら教えてください。そうですね、まず喫緊の課題はですね、稲の苗を栽培するパイプハウスが多く被害を受けました。ですからこのままでは田植えの時期に困ることになりますので、それをどう代替をしていくのか、その手当が喫緊の課題だと思います。これはしっかりと農林水産部で対応したいと考えております。それとやはり資金繰りのことですね、これについても寄り添って支援をしていきたいと考えています。資金繰りについてご相談に乗っていきたいと考えています。実際その資金繰りの話になってきたときに、どのぐらいの時期から実際そういう、実際検討というか多分どのぐらいの被害がっていうのをもうちょっと多分精査する必要あるとは思うんですけれども、どのタイミングでそういうものだったりとかを実施されるとかっていうお考えまでありましたら教えてください。
いや、それはケースバイケースだと思うんですね。あのパイプハウスについても前回のところ、半壊一部倒壊、あるいは軽微なものがいろいろとありますので、それから中で何を栽培をしていたか、まあ、さっきは種もみの話を言いましたが、何を栽培していたかにもよりますし、それは本当ケースバイケースで対応していきたいと考えます。はい。で、明日というか、まあ、あと10時間ほどでステージ1に、切り替えということで、昨日発表いただいたことでコロナのことで伺うんですけれども、昨日マセ会長からちょっとお話を最後伺う機会があったときに、ね、あ、そうですか、はい、会長の方から、まあ、今のその東京の現状が、まあ、2週間後の富山というふうに、まあ、考えていただければいいと、まあ、そういうことをおっしゃっていただいたんですけれども、ちょっと残念ながら今東京が4日連続で前週を上回っているという状況を受けておりまして、まあ、その下げるっていうことをおっしゃった中でちょっとこんなことを聞くのもあれなんですが、今その現状のその、今マセ会長はそうおっしゃってましたが、知事のお考えとしてその東京と、まあ、その富山 の、 その、まあ、コロナ の、 感染者の人数の相関関係だったりとかっていうものって、まだやっぱりその、ずっとこれまであった2週間程度の差があって、まあ、増えてくるんだなとかっていう、あ、でそれと同じくして2週間ぐらい、向こうがピークアウトしたぐらいからこちらもピークアウトしていくんだなっていうのは、その考えっていうのは変わって見えるかどうか、もし独自で、まあ、独自でお考えとして、元県としてはもうこういう形、こういう傾向になってるんじゃないかっていうもののお考えがありましたら教えてください。はい、東京とその2週間後を富山県を追っていくという、まあ、一つの見方ではあろうかと思いますが、あくまで、まあ、そしてかつその東京が、まあ、ちょっと若干増え気味という状況も、まあ、承知はもちろんしていますが、まあ、私どもの判断はやはり富山県内のデータをしっかり見ながらやっているということで、それについて言えば、昨日も申し上げましたが、3月上旬以降、まあ、県内の感染者数は減少のトレンドにはあるということであります。もちろん、3桁という数字は決して小さくはない、まあ、去年ですと3桁出たって言ったらもう大変に驚いていた、危機感を持っていた、もちろん今も危機感はありますが、まあ、今はオミクロン株なので、まあ、3桁でも今ステージ1に下げることは可能というふうに、というのは医療提供体制が逼迫していないからということであります。まあ、東京についてのお話ですが、まあ、まん延防止等重点措置を解除される時もかなりの議論はあったと東京の会合ではですね、は聞いています。まあ、私どもは、まあ、そこが一番東京とは違う医療提供体制が今ところ本当に、まあ、逼迫はしていない、それがやっぱり大きな違いかと思います。はい、すみません、最後になんですが、チューリップご覧になっての、その知事の、まあ、今年の品種見られての感想というか、お花に対してのちょっと感想を、期待はさっき述べていただいたんですけど、お花に対しての感想を一言いただければと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、実はあまり似合わないかもしれませんが、私今家で唯一の、まあまあ、趣味といいますか、時間、余暇の時間にやることはチューリップを今育てていまして、今芽が出てきて、まあ、これから楽しみなところであります。で、新品種ですが、まあ、ちょっと我々が子どもの頃から持っていたチューリップのイメージとは違う、まあ、さっき言ったユリ型というんでしょうか、まあの花でありまして、まあ、でもこれはこれで素敵なシェイプだなという形だなというふうには思いますね。まあ、やっぱりチューリップも、まあ、本県だけでもう38番39番ですから、まあ、さまざまなバリエーションがあって、いろんな方のニーズに、まあ、合うものが品ぞろえができているということだというふうに思ってます。分かりました、ありがとうございます。他にございますでしょうか。お疲れ様です。チューリップテレビ河合です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。すいません、新型コロナウイルスの、小さいお子さんへの今後の対応についてちょっと、お聞かせいただければと思います。明日から、県独自の警戒レベルもステージ1へと、引き下がり、まあ弊社富山県民、まあ、県民の方にいろいろ取材をかけたところ、さまざまな声はありましたが、まあ概ね納得しているような様子でございました。まあ、ただ口を揃えて皆さんおっしゃるのが、今回第6波の、感染拡大のきっかけとなったやはり
小学生、まあ、もしくは園児の方、まあ、そういったところからまた今後、感染が広がっていくのではないかという、まあ、特に高齢者の方は私はまだ死にたくないと、やはり、オミクロン株、重症化率は低いものの高齢者がかなり、危機感を持っている、ような声も聞かれました。そんな中ですね、まあ、ステージ1に引き下がった後もですね、改めて県といたしまして、今回感染拡大が特に躊躇に見られました、小学生、まあ、もしくは園児の方等々に対しての、まあ、対応についてどのようにお考えか、まあ、知事のお考え、お聞かせいただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。昨日もお話ししましたが、今回ステージを下げる決断、いくつかの要因を元に決断をしましたが、そのとても大きな理由の一つは、高齢者の方、まさにおっしゃったように、重症化のリスクがある、高齢者の方のワクチン接種が8割を超えるところまで来たという、これはやっぱり大きな、まあ、今回の決断を、まあ、背中を押すデータの一つであります。で、その子どもお子さんたちのことですが、まあ、これまでも申し上げましたように、小児のワクチン接種を、これは、まあ、これは本人というよりも保護者の方の理解が必要なわけですけれども、これを繰り返し繰り返し、まあ、ご説明をしてご理解を得て、そして、お子さんへの接種を、まあ、に踏み検討していただくように、やってきたところでございます。これは引き続き、今後も続けていきたいと考えております。それとやはりマスクのこと、まあ、特に、まあ、幼稚園でもさらに年少の方になりますと、なかなかマスクの徹底ができない、まあ、でもこれもかわいそうではありますけども、まあ、やはり繰り返しこれも注意喚起をして、マスクの着用については徹底をしてもらうようにしていかなければならない、まあ、これまでもしてきましたが、今後も引き続きしていきたいと、まあ、それがですね、まあ、不自由ではありますけども、もちろん小学校中学校についても同様です。県の教育委員会から市町村教育委員会に、まあ、繰り返しマスクのを含めた基本的な感染防止対策の徹底を、これも引き続き新学期に向けてもやっていかなければならないと考えていますし、それだけじゃなくて学校特有の部活動のこととか、そんなことについても、状況を判断しながら、ここまでにしてください、あるいはこれはやめてください、そんな、まあ、助言もしていきたいと考えております。まあ、そういうことで新学期からまたこの、幼稚園、保育園、小学校、中学校などが、クラスターの発生源にならないように、より一層最新の注意をしていきたいと考えています。まあ、それがこのせっかく、皆さんの協力で力を合わせてステージ1になったものことを少しでも長く続けていくことにつながると思っています。ありがとうございます。もう一点、その中で今、まあ、知事も一つ聞いたのが、小児ワクチン、私も考えております。まあ、県内では、まあ、5歳から11歳の、お子様、大体ワクチン接種が始まって、これで1ヶ月、まあ、各自治体、おのおの開始時期は違いますが、まあ、1ヶ月ほど経った自治体もあると思います。私自身、ちょっと進捗状況、数値はちょっと把握していないのですが、現時点で、まあ、この努力義務といわれるこの小児ワクチンの、進捗、もしくは接種、予約状況等を踏まえて、まあ、知事、今の時点で、想定通り進んでいるのか、まあ、もしくはあまり、思い通りに進んでいないか、まあ、どのようにお考えなのか、もし、知事のお考えありましたらお聞かせください。はい、ありがとうございます。大人の方につきましては国でですね、もう都道府県別に、データが定期的に公表されますので、まあ、皆さんもよく分かられるんですがと思いますが、この小児用については、全国での接種回数の合計のみの公表になってまして、まあ、詳細については、まあ、分からないというのが正直なところです。いずれにしましても、先ほど言ったように、まあ、ご本人の理解よりも保護者の理解ということが必要なものですから、まあ、大人はご自身で決断される方が多いですけども、まあ、そういう意味では、まあ、ワン
クッションあるというか、一手間多くかかるというか、まあ、そこら辺がやっぱり課題だなというふうに思っています。それから、まあ、打たれる小児科、まあ、マセ医師会長も小児科でいらっしゃいますけども、やはり大人に打つよりもこれも打つ現場も一手間かかるということ、まあ、そのようなことを、まあ、これから少しでも促進するために、まあ、いろんなことを考えていかなければならないとは思います。わかりました、ありがとうございます。北日本新聞の小畑です。よろしくお願いします。はい、お願いします。すみません、ちょっと発表項目と関係ないんですけれども、県の人事について一点伺います。県美術館長の人事なんですけれども、まあ、これまで県美術館はその前身の県立近代美術館時代を含めて、まあ、元教員の方ですとか、まあ、そういったことを起用してきましたけれども、今回館長に初めてその行政職の職員がつくことになると思うんですけれども、行政職をつけた理由と狙いをお聞かせください。はい、ありがとうございます。おっしゃるように富山県美術館の館長は、まあ、前身の近隣の頃から、美術評論家あるいは元教育長あるいは元教員の方々に、お願いをしてきた、まあ、経緯があります。まあ、今回雪山浩二館長、まあ、大変に、美術の世界ではまあ、いわばビッグネームであられますが、まあ、その後任ということ、まあ、ご本人のご辞意が固かったもんですから、まあ、後任を、まあ、広く検討進めてきたわけでありますが、まあ、今回は、布さんを起用することにしました。まず私としてはですね、まず県内にも人材はおられるから県内の方で行きたいと思いました。それとアートの専門家につきましては、まあ、そこは美術とデザインを標榜していますが、そういった専門家につきましては本当に雪山館長の下で人材が育ってきています。大変これはありがたいことだというふうに思っています。ですから、まあ、トップに立つ人はですね、必ずしもアートの専門家でなくても、まあ、マネジメントができる方、あるいは調整ができる方、あるいは、これから、まあ、企画展などはやっぱり経費も変わりますので、スポンサーを得るということも大きな仕事になります。このようなことができる人という意味で、いろいろと、まあ、リストを作って人選をした結果、布さんになりました。じゃあ布さんがアートの素養はないかというと、そういうことではなくてですね、過去長い職員歴の中で文化課に勤められたこともありますし、3年間もらいましたね。それから文化振興課、まあ、これ今もありますが、で2年間勤められたこともあります。まあ、そういう意味では本県の職員の中では文化行政にも明るい人の一人だというふうに考えております。また本当にその他の仕事も、厚生部のこと、教育のこと、証拠労働、今日まで証拠労働部署ですけども、まあ、そんなこと本当に幅広い行政経験もあり、まあ、さっき言ったスポンサーの獲得などということでも大きな力を発揮してくれると思います。要するにとにかく、まあ、アートというのも好きな人は好きですが、やっぱりあんまり馴染みのない方にはちょっと敷居が高いこともあるのかもしれません。美術館に行くという行為がですね、それをぜひ県民の皆さんにもっと馴染みのある、本当にみんなに親しまれる、そんなよりそんな施設にしていきたいということもあり、まあ、今回の人選になりました。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。北日本新聞、佐久です。よろしくお願いします。林道有峰線の整備についてちょっと何点か確認させてください。まず先日議会の方でも知事答弁されたと思うんですが、専門家の方の意見をこう改めて聞くというようなことも言っておられたかと思うんですが、いわゆるなんか著名な方というか、そういう方にお話を聞くということだったんですが、その意見を聞いた上での今回の判断ということになるんでしょうか。そうですね、野生動植物の専門家の方からのご意見も伺っています。はい、例えば差し支えなければ、どういった方からこうご意見を伺いされたでしょうか。ですね、
まあ、一人は京都大学の名誉教授で、まあ、環境省の爬虫類両生類分科会の座長をやっておられます、方ですね、それからまあ、学識経験者としてはその方ですね。それからまあ、よく現地に訪れられる方という意味で有峰森林懇話会の委員の方、まあ、これは有峰森林を、まあ、日頃からよく、まあ、活用というか楽しんでおられる方ですね。こんなそのような方の意見も伺いました。また地元のそこは近江という地区になりますが、そこの自治振興会会長の方、まあ、このような方にも伺いました。はい、今回 の、 まあの当面工事は見送りだということで、まあただこれはあの一応確認なんですけども、あくまでもあの整備、この整備というのは前提でのこう保全対策について検討するという、そういう理解でよろしいでしょうか。そうですね、そこら辺は今の段階で断定的なことは申し上げられないと思います。まあ、ただ幸いですね、湖の周りの道路なので、今東岸が問題になっているんですが、まあ、西岸のルートもありますし、まあ、全く行き来が、まあ、岐阜県などと全く行き来ができないということでもないので、まあ、当面の間工事は見送ると、東岸の工事についてはそういうことにさせていただいています。まあ、今後は白馬山庄号のまあ、こと もっともっと知見が深まってくる、まあ、あるいは一方でやっぱり、この有峰をより活用するために、楽しむためにという視点、それから、まあ、林業をどうするかという視点もありますが、そのようなところからのご意見もまたよく聞いていきたいと考えています。東岸区間 の、 この整備というものは、するかしないかも含めてこう検討されるという、そういうことなんですかね、今の説明です。そうですね、はい、そうですね、分かりました。今言われたように、まあ、反対側にも道路があるということで、有峰振興への今後 の、 いわゆる今後の有峰振興への影響については、今回の判断を受けて どうでしょうか。どんな影響があるとお考えでしょうか。そうですね、まあ、道路が通ればそれは便利には違いないんでしょうが、でも一方でやっぱりこの環境のこと、あるいは動植物、気象の動植物のことというのは多分不可逆な動きですから、一度本当にいなくなってしまうともうどうしようもないことですから、このより慎重に考える必要があると考えています。まあ、そのあたりで、まあ、当面見送りということであります。また県民の皆さんのご意見もよりよく聞きまして、まあ、どっちのご意見が盛り上がってくるのか、そんなこともしっかりと見ていきたい。その上でまたもし次の判断があるとすれば、していきたいと考えています。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、お願いします。すいません、富山新聞の森です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。チューリップの話なんですが、新品種ということで来月から予約販売開始ということなんですが、この紅つるぎと木つるぎの前にその富山県さんが育成した新品種が発売されたっていうのはどれぐらい前まで遡るんですか。あ、去年もやってますよ。あ、去年もやってるんですか。はいはい、さっき申し上げたことは25年から30年かかるんです、最初にその交配というのをしてから、ですから毎年そういう何と言いますか、仕込みはずっと連綿と続けていて、まあ、だから毎年できるとも限りませんが、幸い去年今年と続けて2品種ずつ。あ、そういうことなんですね。はい、なるほどなるほど、分かりました。あとすいません、ちょっと砕けた質問なんですが、先ほど新田知事、お家で余暇でチューリップ育てていらっしゃるという話をされておりましたが、それは何ていう品種を育てていらっしゃるんですか。すいません、分かりません。分かりません。分かりました。すいません、ありがとうございます。いかがでございますでしょうか。
ではないようですので以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは最後に私から今日が年度最後の定例ということになります。1年間本当に、まあ、議会中を除けば毎週1回の定例ということで、まあ、ずっとお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、我々ももちろんいろいろ手間はかかりますが、でも皆さんにとっても毎週こういうことにお付き合いいただくのは本当に大変だったというふうに思います。心から感謝を申し上げます。また各社のご都合で移動される方もおられると聞いております。移動されたからもですね、お元気にご活躍され、いつも私に対して大変に厳しい目でご質問いただきましたが、そのようなジャーナリストとしての姿勢はどうかこれからも貫いていただき、まあ、目的は県民のためにより良い情報を提供するということ、そういう意味では我々も一緒ですから、どうかそんな、ま、ジャーナリズムのとしての役目をしっかりと引き続き果たしていただきたい、まあ、ご活躍をお祈りをします。どうもありがとうございました。